だからなんでこのクソ暑い日にこんなこと。じゃんけんに負けたから。山田の一番の親友はこの小林千尋さんだ。僕は心の中で彼氏さんと呼んでいる。この後の図書室のシーンで不満ぶちまけてそうな感じありますね。で、こう何か心にモヤモヤとした気持ちが見ていてずっとありました。アニョン。